どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もデッドバイデイライト新キラー蜂蜜よだれおじさんやっていきたいと思います。あのテストバージョンでね触った時以来なんで、マジでどんな感じか本当に遊ぶ感じで、わぁわぁわぁつって笑いながら多分やると思いますけど、ええ、そんな感じでやっていきたいと思います。でブライトね、あそうだちょっと待って、新しいスキンが出たからさっきね画面止まっちゃって見れなかったんだけど、早速新しいの来たよ。だよこれマジシャン。なんかさ、俺前も言ったけどさ、こうドラクエのボス戦の前に出てくるちょっとなんか雑魚キャラみたいな、あれみたい、ワイトキングみたい、ワイトキング、あの MP メラゾーマとかイオナズンとか打つけど MP 足りないみたいなね。早速新しいスキンが、相変わらずこの杖みたいな武器はあの後で見るとわかるけどなんかね弱そうなんだよね、こう痛い痛いみたいな、痛い。チェーンソーとかに比べるとさ、同じワンダウンでもさ、こう痛みが違う気がする。おお、なんだこれ、これ一番なんか似合ってんな、一番色違いね。うん、これワイトキングみたい。まあ新キラーのスキンもいろいろ来て、あとあケイトも、おお、なんかすごい急なイメチェン、急な、なんか原宿系女子から急な、なんかハイジみたいな、スイスにいそうなイメチェンがすごいな、ブレてるな方向性が、ロックなってからの原宿系なってからのハイジ。まあ可愛いけどねこれね、俺オレンジ好きだから、ええやん。ぶっ飛んだ娘さんこんにちは、ココさんの動画全部見尽くしちゃって待ってました、ありがとうございます、嬉しいですね、たくさん楽しんでってください。夜勤明けの本当にココさんの声癒される、ありがとうございますね、いいねこれね、かわいいね。で他にも、おお、これかメグちゃんの新しい、うん、なんかまたメグちゃんもなんか、まあメグちゃん基本的にちょっとこうロックな感じ、結構イケイケのスポーティーだったりね、ちょっとなんかガーリー、なんか女子っぽくなったな、なんなのイメチェン流行ってんの、デッドバイデイライトの女性サバイバーイメチェン流行ってるんですか、ちょっとガーリー女っぽく、なんかサーカス団みたい、いいね。メグちゃんのスキンも新しくできて、出た出た新サバイバーゴンザレス、新サバイバーゴンザレス、カントリー娘みたい、いいね、おしゃんだね、ベスト着て、あいいね、おしゃれだね、おしゃれだけど実際この人の声は、あどうもね、あどうもね、どうもね、ありがとうね、ちょっと右手痛くてね、ちょっとねストレッチしてんだけどもねっていう声らしいんですけども、
すごいこうハードボイルドイケメンの割にはちょっと高めの声。うん、いいんじゃないですか。まあいろんな、早速新サバイバーもいろんなスキンが出たんでね。なんだっけ、結構お金持ちの、お金持ちなんだよね確か。で、そうね、それぐらいか。ケイトとメグちゃんと新サバイバーゴンザレスとハチミツよだれおじさんの新スキンも出てますね。うん、なるほど。声、イケメンの割の声ゴンザレスでございますよサングラスかけるとほんとかっこいい。いいね、いろんなスキンがあっていいね。スーツ、スーツがかっこいいね確かに。何の時間これ、しばしご歓談を。出た出た出た、はちみつよだれおじちゃん。で、そうだ、パークね。この富士と、富士、この、富士のパーク発動中、いずれかのトーテムが2メートル以内にいる生存者のオーラが4秒見える。で、別の呪いのトーテムが浄化。ちょっと、ちょ、そうだ、まだ、危ね。アーカイブ、チェック入れてなかった。あ、そうだね、前回クリアしたんだな。クリアしたんだ。で、レベル4は残り4日。 OK、 レベル3クリア。じゃあティアも見ていきますか。おおお、いいね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 、イケイケだね。ドスコイ姉ちゃんイケイケだね。なんなの、みんな方向性迷ってんの、方向性迷ってんの。で、富士、これ呪いのトーテムが浄化すると、その呪いのトーテムがね、まだ何もない、その無力のトーテムに移動し、必要分のトーテム、トークンが失われる。要はその壊されたトーテムの代わり、こいつが壊れない限り、例えば残り破滅とかついてれば、その破滅が別の普通のトーテムに移ると、生き残るみたいなね、今までいないパーク。ちょっとこれ2つせっかくだからつけていきますか。まあ最初に富士壊されちゃうとね終わりだけど、そこは運なんだけどね。あと、あ、これもそうだな、発電機を受けた後に30秒間で最初のその発電機にアクションを行った生存者は叫び声を上げ、4秒間位置が判明し、60秒間、まあ、ワンパン状態になると。うん、これも強い。今回のキラーブライト、パークが強いんだよねこれ。あともう一つがこれだ、知能恩恵。生存者に攻撃が命中すると16メートル以内にあるパレットが15秒間エンティティによって固定される。固定されたパレットを倒すことはできない。50秒間のクールダウンが発生する。これも強いよね、攻撃与えたサバイバーの16メートル以内のパレットロックするから、まあチェイス封じみたいなね、これも強い。まあ、全部、普通に強いね。一番扱いやすいのは、まあ、この富士と知能恩恵かな。ドラゴンの掌握、これつけていくと、これはちょっと考えてこう立ち回ったりしないといけないから、頭使うけど。この二つはまあ、そんなよほど考えなくてもとりあえずサバイバーにねどんどん攻撃してって、富士が一番強い気がするね。
まあでも こいつねすぐ壊れちゃうとまた全然あれだけど、なんならこう呪いのトーテムワンパン持ってった時に、例えばこれずーっと残ってればワンパンにも効果が乗るんだろうねきっと。ここでやっていくか。ちょっとブライト全然触ってないんで。あ、またちょっとまたアーカイブアーカイブ選択するの忘れとったわ。選択できねえじゃねえかおい。なんだこれ、トラブルなしにして普通にプレイさせて。アーカイブをまず選択していこう。あっちゃんさんこんにちは、いらっしゃい。何しようかな、これにしようか。16人の異なる生存者の追跡を開始する。 OK、 これでいこう。ねえ、富士は強いよな。クリエイターロビー、あ、どうも。何がいいかな、全然わからんけども。何これ、激突の目標位置が表示される。何これ、なんか目印が出るってこと。これ良さそうじゃない。あのパブリックテストバージョンでプレイした時になんかどこに向かってんのかとかもうすげえ分かりづらかったからね。目印が分かるんであればやりやすいかも。まあこんな感じでやっていきますか。よだれ、はちみつよだれおじさん使うの2回目ですけども、まあいろんなところぶつかって、あっ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 ってなるだろうねきっと。あっあっあっ、なんだこれっつってで、そうだ、パーク、まあ基本的には今回はひたすら何も考えず殴っていけばいい構成だね。とにかく生存者見つけたら、まああまり何も考えず殴っていく構成。まあ発電機の固まり具合をちゃんと見ていかないといけないけど、血の恩恵がいい感じに刺さるかどうか、あとこの富士がね先に壊されないでずーっと破滅残ってれば強いかな。まあレベル1だからね、とにかくブライトどんな感じなんだろうなっていうことでございます。そう、このパークね、もちろんティーチャブルパークでも出てくるから、他のキラーにつけたらねめちゃくちゃ強いと思う。パークが非常に優秀、強すぎパークよ。そう、釣れないバグが頻発しますのでご注意ください。なことあんの、ダメやんねそれ。釣れないバグって致命的やん、一番重要なとこじゃない。なんなら生存者でいう脱出できないバグみたいな、釣れないバグ一番起きちゃいけないバグだそれ。トラブルメーカーココさんエイコーちゃんもバグ多いって言ってましたね。エイコーさん、また、そのバグもそうだけど、コントローラー急にね、効かなくなったりとか、起こりそうだよね。サバイバー見えるのめっちゃ強そうでした。サバイバー見えるの？どういうこと？あ、ちょっと能力ちゃんと見ればよかったな。ね。パブリックテストバージョンで一回、ブライトの能力確認はしたけど、その後いろいろ多分調整入ってるだろうから、サバイバーが見えるってのは、オーラが見えるってこと？そしたら結構強いね。どうやって見るんですか？これで、目すごい見開いてれば見えるんですか？どうすればそのキラー、サバイバーのオーラ見えるんですか？今回のキラーはオーラ可視能力が多い気がします。なるほど。
なるほどね。操作性悪い代わりに、サバイバーの位置が分かりやすいと。よし、やっていこう。よだれ。はちみつよだれおじちゃん。ああ、なるほどね。あいだ、お前、こいつまで。なるほど、なるほど。ここに呪いのトーテムがある。これが破滅か不死のどっちか。あそこにもあるな。なるほどね。ドンドン。なるほど、なるほど。ドン。いないかい？どこにいるんだい？あ、でもあれかな、パブリックテストバージョンの時に比べると。あ、でこれ新しくなりました、オブジェクトが。大丈夫大丈夫、壊されたけど、あれ呪いのトーテムでございます。これでロックされる、これ。血の恩恵。今呪いのトーテム壊されたんだけど、富士がね残ってたので別のトーテムに移ったと。素晴らしいじゃないか。いよいよその調子。はい、左肩タイムで、パブリックテストバージョンの時に霊障の血持ってったじゃないですか。霊障の血持ってくのも面白いと思うんだよね。ドンドン。おるな、おるな。どこ行った、インザロッカーかい。あ、奥行ったな。ドン。一回ぶつかって、はい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 。あ、やだ、バルコシ助けだ。こんにちは。一発バロータイム。なるほどね。いいよ。さあ、ゴンザレス君。どこ行こうというのだね。ダッシュむずいな、これ。どこ行った？こっちだな。ウォウォウォ。え、倒れた。え、倒れたぞ。倒れたぞ。倒れたなら、活動。血腫持ってないかね。で、まだ破滅が生きている。あ、あれだ。発電機。ああ、持ってる。痛ーい。やめてー。ヨボヨボおじさんに、そんな、痛いことやめてー。イオナズン撃っちゃうよ。MP 全然ねえけど。ふぅ。どこ行くんだい。ふぅ。いで。これ、自ら、肉体を傷つけていくスタイル。いた！見えてる！これは、不死の効果でございます。やばい、壊すなよ。オーケー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 。うわ、これ、めっちゃ見やすいところにあるな。一発。あ、見えてる。ダメ、壊させない。やばい、この狭いところまずい。この狭いところまずい。ブラジャバクちょっと、そこ壊してるね。やりやがったな。あー、富士壊れた。富士壊れたよー。だよー。ってな感じに、今度富士壊れちゃったんで、次、破滅壊されたら終わりですね。言ってる間に壊されちゃった。1回か。1回だけ、富士の効果。ねえ、ずっと刺さってれば強いけどね。もうこればかりは運ゲーでございます。まあ、なんかブライト突進すると多少面白いかな。で、何？あのサバイバーのオーラが見えるっていうのはどういう時に見えるんでございましょうか。目見開いてればいけんの？ここにもある。発電機こっち側に固めようか。よくないよくない。一発。あと血の恩恵持ってきたら窓枠をブロックするまやかしとね合わせると強いかもね。しなやか。
あっち側に行く分には OK よ。こっちに固めたいんでね。いるいる。奥まで行くならいいわ。アドオンでね、アドオンで見えんのね。ドンドンドン。あ、やばいぞ、やばいぞ。この俺いいね、そのどこにぶつかるか分かるやついいね。いよいよってことは、今もうパーク2つ死んでるから、ただのもうただの突進するおじさんみたいになってるね、これ。ただの突進するおっさん。うぅ、曲がれなーい、曲がれなーい。一発いいよ。ここは OK、 ついてもらって。そっち側は良くないな。ここは O。 よいしょー、ごめんよ。で、できればあっち側に連れてこ。あ、いたな。そこは直させたくない。目を見開こう。もうドライアイになっちゃうよ。うん、もうちょっと曲がれ、もうちょっと曲がれよ。関節弱いのかい？ブライトって何歳ぐらいなんだろう。ねえ、いたいたいた。こんにちは。あー、富士がクールダウン中ですね。一旦ここはこいつを殴っておきたい。あー、ずんだよ。どこに行こうというのらね。もらった、よしよしよし。うっ、これ倒れた状態でロックされてどうなんだろう。乗り越えられないってことかな。いた、ドワイツくんかい。倒す、壊す。元気なおじさん、あれどこ行った。水か、でもこういうところでダッシュしてもな、微妙だもんね。ドワイツくん、君は地下室だ。蜂蜜よだれおじさんだよ。この杖みたいなのさ、チェーンソーと同じダウン回数と同じで、なんかもうちょっと弱そうな感じするけどね。ちょっとダボくなるみたいな。壊しやがったな、壊しやがったな。もう何もなくなったじゃん。もうただのただのおじさんでございます。ほら一発。ちょっと甘い香りがするおじさんでございます。ポマードつけてんのかいっつって。どこ行くんだい。うぅ、いいよいいよ、もらった。持ってるかな、消し持ってそうだね。やめて、やめて。俺はもうボロボロだ。ただのおじさんでございます。パークなんもねえよ、パークはなんもねえ。どこにいんだい、ここにいんのかい。パークは、いたいたいた。お、倒さない、いい判断。ただのおじさんだよ、おい。甘い香りするおじさんだよ。杖つかんないのかい。よいしょ、おいおい。うわー、だ曲がりきれない、曲がりきれない。オブセッションマーク入れてんのやだな。おい、よいしょー、当たんねえのか今の。もうちょっとふ太い杖にしとけよ。あ、やばい、あっち行こう。待てー、見ててブルチョコラム。
よくないよくない、いたいたいた。よよ、ゴンちゃん、ワンパンでございます。連れてこ。はい、左肩タイムー。さあ、どこにいるねえ。こん時に富士残ってたらな、ずーっとワンパンなんだけど、壊されない限り。どっちかな、あっちっぽいけどな。クロちゃんが、クロちゃんだっけ、もう一人。いた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 。よしよし、あざーすあざーす、ドン、よいしょ。もう一人はどうすんだい。ここはゴンザレスを見つつ、いたいたいた、いたべ、今今いたべ、今いたべ、ナージーちゃん。おい、どうか、この杖杖、この杖杖、この杖杖、フックね。相当強い力で殴ってるよ。打撲、打撲だけじゃないねこれね。え、連れていこう。はい、左肩タイム。うん、まあ結構慣れてしまえばね、慣れてしまえば使いやすいかな。もう突進をうまく使って、よーし、最後は後半は26,685円。後半はあれだね、ただのおじさん、ただの蜂蜜よだれおじさんになって、最後最後ワンパンおじさんになるってよ。蜂蜜よだれワンパンおじさん、すごいね。こう大化からの超進化みたいな、大化からの超進化。うん、まあ使っててなかなか面白いかな。まあ今2回目、新キラー2回目のプレイでしたけども、突進をうまく使ってね、まあ何せパークが強いね。ジー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 、ありがとうございます。全滅ナイス、ありがとう。この杖杖、もう一回遊んでいこうかな。なんだっけ、そのオーラ見えるやつよくない。アドオンもね強いんだよね、ブライト。見えるやつ、サバイバーの位置が分かるやつ、そのアドオン使いたいな。それは強い。あれかな、レア度高いやつかな。あ、メメントモリ持ってこうかな。メメントモリ、うん、出てこねえな。
化合物21。何それ、化合物21、なんかの育毛剤の商品みたい。一旦ガラクタ人、一旦あれか、サバイバーやってみようかな。サバイバーも触ってみたいよね、どんな感じか。ゴンザレスちゃん、ゴンザレスちゃんを持っていこう。パークは投資家。あ、これね、初めてプレイする人とか、初心者の方、発電機の位置ってね、最初分かりづらいじゃないですか。で、これつけていくと32メートル以内の発電機の裏が見えるようになるんで、これ、慣れるまでいいかもしんないね。発電機の位置が分かりやすい。これと、例えば Windows of Opportunity、窓枠と板の位置が分かるパーク、それと、あと、ボンドパーク、絆パークと結束、これ持ってけばね、もう発電機の場所分かるし、チェイスしたらどこに逃げ込めばいいかは分かるし、あと、味方の動きとかね、ボンドパークで分かるし、状況話しやすい。で、フックに吊るされた時は結束が発動するから、吊るされた時の救助するタイミングとかがつかみやすい。これね、もうこの4点セット成長が早くなると思います。立ち回りとかね、多分分かりやすい。それね、ぜひ今度動画で紹介したいと思うんで、しばしお待ちを。ということで、きっとやり遂げる、セルフケア、投資家、苦肉の策にしようか。これきっとやり遂げると相性がいいんでね。負傷しているかフックに吊るされているまたはダウン状態の生存者1人につき治療とフック救助アクションの速度が 10% 上昇する。まあピンチに強いって感じかな。ライト持ってこ。大胆カテゴリー。あ、ちょっと待って、危ない危ない危ない。アーカイブ。あ、三毛猫さん、エールありがとうございます。はちみつよだれおじさん、頑張ってください、ありがとう。あ、これいいじゃん、焼き払え。え、焼き払え。ナウシカですか。5回目くらましさせるか、軽度のやけどを負わせる。これにしましょう。ちょうどライト持ってるんでね。足りるかな、足りるかな。8秒間か、10秒間か、足りなそうだな。3回か4回ぐらいで終わりそうだな。そう、化合物21、なんかの薬品みたいじゃない。リーブ21。そう、ラビットさん、地震来て配信大丈夫でしたか。配信は大丈夫だった、ただいろんなトラブルが起きた。見えね、画面が止まったり、現実でアラームが鳴ったり。じゃあ今度はイケメンゴンザレスちゃんでやっていきましょう。まあせっかくなんで、投資家がどんな感じなのか、あとはこの苦肉の策とウィルメイキット、ピンチの時に回復とかがね非常に早くなる、これでやっていこうか。うん、結束あればね、結束つけていきたいけど、よし、これでいこう。エーモさん、こんにちは。休憩入ってやっと来れました、いらっしゃい。5回ね、5回5回
ライトスタンさせる。まあどうだろうね、新キラー来るかな。ぜひぜひよだれおじさんとやりたい。はちみつよだれおじさんとやって、で多分富士とかね、あの呪いのトーテムパーク構成で来るから、どんどん呪いのトーテム壊してただのおじさんにします俺がやられたようにね、俺がやられたようにただのおじさんにして、でワンパン持ってなかったらいいけど、ワンパン持ってたら今度ワンパンおじさんになるから、また壊さないといけないね。はちみつよだれおじさんの対処法は、呪いのトーテムがあったらバンバン壊す、ひたすら壊す。まあでも霊障の地入れてる可能性もあるけど、まあそれはしょうがないね、リスク&リターンということで。俺だったらね、一つ霊障の地入れていくね。とにかく呪いのトーテムを壊しまくって、ただのおじさんにしましょう。ただのおっさんにしちゃ全然怖くね。ちょっと甘いおじさんになるだけだ、匂いが。匂いが。よーし、やっていこう。ドワイツくん。いいよ。なんか、リスナーさんな感じがするね。早速壊してる？まあ、最初のうちはね、やっぱり、ブライト。いや、ドクターやないかい。よし、ちょっと修理していこうか。右をガチャッとやって、左奥。あ、バチョガチョ、ウエンツ。ウエンツエイジ。まずは、右レバーをグッと下げて、左奥をスッと、バチョバチョ。おかしいね。おかしいね。あ、やばいやばい。やばいやばい。おかしいね。手元が狂ってるね。いいよ。ちょっとどうやって、ちょっとどうやって直したらいいかわかんないけど、とりあえずやってみようか。300円月。とりあえず奥の方ガチャガチャやってれば治るっしょ。つって。ドクターかい。そして。ドクターなんかい。ココさんファイトありがとうございます。いいね。直しちゃおう。で、俺、ウィルメイキット持ってるから、あはー。回し切りたい。OK。回し切りたいね。ふっ！やばい。すぐ狂気度上がったな。助けに行こう。で、今、あ、助けちゃったか。チェストも変わってる。苦肉の策ついてるから、二人分。20% 上がるね。来てる。20% 速くなる。つけちゃおう。ゴンザレス頑張れ。なんだよ。ブライト。ブライト。来ると思ってさ、ただのおじさんにしようと思ったのに。やられた。修理します。で、ここを修理してるとね、ちょいちょいそこの今モーション来ると思うけど、新キラーあんまり見ない人気ないんだな。てかあれだね、アドオンクイーンついてるね。強いパーク。はい、300円。壊れてる。助けに行こう。ライトスタンもしないとな。ウィルメイキットがあるからね。ああ、もう一人行ってるか。で、二人負傷してるから早いよ俺。早いよ。壊しよう。破滅だ。ダメだ。一旦ここは。ふぅ！離れまーす。フックから離れる。いいよ。降りる。降りてくる。もう一回いけるか。
ギリいけるな。降りてこない、降りてこない、反対側行く。来た、ライトスタンしたいね。早めに倒そう。おい、先月やばいやばい、狂気度3になってるからライトスタンができないよ。てん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 、くそ、上行く。ギリ間に合うかな、ギリ間に合うかな。反対側行く。てん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 、倒す。いっぱいいる。じゃあ残り3台。てん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 、はい大丈夫。はい前月離れます。狂気度回復したいな。まだ倒さないよ。てん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 、倒す。ふぅ、あぶねえ。電気ショック、あーライトサンシャイン、離れます。こいや、行こう。んて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 ん、ちょっと俺救助隊なんですけど、チェイス、チェイスなっちゃってる、チェイスさんとなってる。どこ行った、倒す。ダメ、もう一台つくよ。はい左型タイム、ついた？あんまだつかないね。発電機場所分かるのつけてきて、救助特化パークつけてきて、チェイス担当かい。舞さんこんにちは、いらっしゃい。さあ追われてる。ありがとう。もう一旦離れよう。クイーンついてるからな。一旦正気を取り戻して。いいよ。はい、オッケー。回復しちゃおうか。残り3台。はい、350円。あれ？スキルチェック150円だったっけか。いちごミルクさんこんにちは、ナイチェです、ありがとうございます。惚れ惚れするほどのナイチェです、ありがとう。救助担当なんだけどね。でそうだ、こここうやってね修理してるとね、あれが見れんのよ。ちょっとやってくんない、早く。そこにいる。はい300円。さあいけるか。あー出た出た出た、ふんどしをちょっと確認するみたいな。それ何。それ何、多分そのアクション必要ないよねきっとね。ちょっとチラッ、ちょっとチラッつって。ちょっとチラッ、それ何。さあ2人食らってる。この状態で苦肉の策が発動すれば 20% 速くなりますね。それ何、チラッて見るの何。ここ残しといた方がいいかな。はい50円残しとこうか一回。で発明家持ってきてるから、うん、やっぱここ残した方がいいな。そうすると
ここのエリア、そこしかないからね。ここを直さなきゃいけないな、真ん中。いよいよ。二人いる。直しちゃえ。ここは直そう。で、できればそのまま二人で回復。苦肉の策あるから、回復しないかい。なあ。20% 上がってる。早い早い。ゆいちゃんの背中から50円。OK。ねやちゃんだわ。助けに行くぞ。ウィルメイキットあるんでね。任しとけて。いや、俺の方いいよ、絶対。OKOKOK。で、回復しよう。苦肉の策とウィルメイキットでめちゃくちゃ早い。素晴らしい。ね、こうつけた方がいいな。あ、いいね。あそこの発電機残したことが後々効いてくるんだね。だとワイツ2回目。おっと、大丈夫？ふんどし確認した？ちゃんと確認して出てった？来るね。来た来た来た。いいよ。ちょっと離れよ。反対側行こう。ここ2つ固まってるんで、絶対どっちかを直したい。来た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 。来ない。交代してるんで止めます。ドバイス君助けに行くか。ここは行こう。そこの2つどっちかは直さないとな。幻。大丈夫か？俺行った方がいいよ。いいのか？やっちゃった。やっちゃったね。これライトさんだね。これライトさんだね。担ぐね。なあ！なんだそのサイドステップは。やばい！あ、ならばーす。てん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 こっちから来る。危ない。うわっよ。で、ここは別に止めてていいんで。おい、あそこの2台修理してないところ、今のうちに修理してください。頼むよ。超えない。これ倒そう。あー、ライトさんしたいな。最高ついたぞ。で、あとはそこつくだけだ。俺が離れる。そっち行く。そう、ペンちゃん行って。ドクターいいのか。お前操られるぞ俺に。あ、あそこいたないんだったな。うっ、いい、いいよ、非常にいいよ。いや、もうフェンちゃんつけちゃうから。こんな感じにね、そう、味方のなるべくいないところ修理してほしいところ、あいたから離す。それができれば非常にいいね。回復早いでしょ、ウィルメイキットと苦肉の策。はい、着いたてな感じでございます。このね、共通認識さえあればサバイバー側は強いんだよね。ただ絶対助けほとんどね、これね、お互いに助け合わないと成り立たないから、一人でも違う行動しちゃうと崩れちゃうけど、フックに吊るされたら
そのフックに吊るされた人から離れる。で、発電機の位置は常に確認。助けてくださーい。あっちのゲートだよね。だから今あの小屋のところつけなかったでしょ。あれが今回のキーポイントでございます。サンキュー。一旦ちょっと離れよ。離れて持ってるかな。来るね、こっち絶対来るね。でも正気だけ取り戻そう。場所バレちゃうんでね。諦めんのかい。絶対来るじゃん。来るよそりゃ。ボスやばいやばい、これこれまずい、これまずいよ。フェンちゃん出て、フェンちゃん出て、フェンちゃん出て、これまずい。行くと見せかける。うえいやでもだ、おわでもだ。ゆいちゃんってまだいけたよね。それとも3回目だった。はい、ナムペンちゃんが生き残った。まあ、手な感じかな。その立ち回り、これを注意すればね、強いのよ。おお、めっちゃいいの透けてる。玉虫ロクイーン、キング、強いね。3万円いいですね。ナムー。オーケーオーケー。もう一回ちょっとキラーでやろうかな。発電機あの小屋のところつけてたら多分ちょっとどうなってたか。小屋のとこ残しつつで、小屋のところで竹取りして、あの2つ固めてたところどっちか直してもらって、直ったら今度そっち側に行く。小屋のところ直ってるのフェンちゃん分かってたからね。もう一回このパーク構成でいくか。あ、リーブ21出てこないじゃん。ナイスジェイスでしたね。ありがとうございます。もう一回はちみつよだれおじさんでやっていきましょう。あの安定チェイスは目標。マップとか全体の流れを考えてプレイしてるのが素敵すぎる。ありがとうございます。ああいうね立ち回りができれば強いんだよね。もしあれがね、ああいう共通理解があればみんなその立ち回りしたらね、多分すごくキラーも大変。キラーはもうどんどん対処するにはどんどん釣っていくしかないから、もちろんキラー側も発電機3箇所固まるように、キラー側は何だろう、基本的にはそのフックに誰か吊るされてるうちは半分なるまで、なんならずっと発電機触り続けてもいいのよ3人で。キラーが
心音が寄ってきたら離れるとか、近い人が救助に行く、その繰り返しで、逆にキラーはそういう立ち回りするサバイバーだなって分かったら、心音範囲をうまく行ったり来たりさせる、おびき寄せて、フックにおびき寄せてみたいなね、サバイバー側が連携取れればな、強いけど。はちみつおじさん使ってやっていきます。ちょっとリーブ21はちょっと出てこなかったな。サバイバーがハイライトされるのちょっと使ってみたかったけど、かっこよすぎてさらに惚れました。ありがとうございます。嬉しいね。ちょっとマイクテストしとく。かっこよすぎ。おーん、ドゥン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 。なんでやねん。かっこよすぎてさらに惚れました。ありがとうございます。はい、フライトでやっていきましょう。あ、メメントモリ持ってこか。メメントモリ、プレイグかい。プレイグプレイグの持ってんの、まさかの他のキラーの、他のキラーの能力使っていく。お、化合物33、これ33だけど、なんかこれも結構ややこしいね。タマムシ色のブライト用ラベル、すべての突進トークンを使い切ると最後に繰り出した死の突進を受けた生存者はまあワンパンになる。最後の攻撃、トークン使い切っちゃって最後の攻撃でワンパンになる。調整しなきゃいけないんだね。なるほど、操作になれれば強そうだな。突進開始時、衝突位置の16メートルにある生存者のオーラが6秒間見える。これじゃない、化合物21じゃなくてこれなんじゃない、わからんけど。これ使ってやってみる。せっかくだから使ってみるか。化合物33、リーブ21じゃなかった。激突開始時、衝突位置の16メートル以内にいる生存者のオーラが、なんか分かりづれえな。やってれば分かる。よし、やっていきましょう。そう、メメントモリも持ってったんでね、メメントモリしましょうサバイバーのチームワーク大事ですね。そう、サバイバーはいかに連携できるかで自分の生存率も結果上がるからね。自分だけ生き残ろうとするタイミング、最初から生き残ろうとしてると自分も結局死んじゃう。残り2人とかなった時はね、もちろん選択はお任せしますけど、最初からそれはちょっとまずい。リコさん初見です、いらっしゃい、ゆっくりしてってくださいね。結局どうなんだろう、衝突、まあとりあえずあれかな、突進したり衝突したりしてればなんとなく分かってくるかな。結構
やって覚えるタイプなんでね、説明書あんまり読まないタイプでございます。ネクタリンさん、こんにちは、いらっしゃい。33になったのかね、化合物33。なんかのアイドルグループですか、化合物33。癖強い名前だね。そしたら化合物33。おっと、ちょっと遅いよ。遅いんじゃない？来た。幼稚園に、よだれおじさんが来た。うえ。はい。で、なるべく富士が残ってるか残ってないかで、この試合がうまくいくか、うまくいかないかは変わってくる。いたいたいた。あー、ジャンプ、ハムラン、ジャンプ、ハムラン、ジャンプ、ジャンプ。よう。一発もらう。くー、伸びないかい、伸びないね、短いね、杖が短い。イオナズンを、おい、イオナズン、いいよ。ここあれだな、窓壊さない方がいいな。こう壊れる扉できたんですけど、壊さずにそのまま行きましょう。あー、富士、ここで富士使い行けたい。来た、よーし、あざーす。ココさん、ガンバありがとうございます。連れてこ、吊るす、そこにおんのかい。行くぞー、行くぞ、ダーバイ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 バ、待て待て、メメントモリさせてくれ。いいよ、ここは壊していく。ごめんよ、やります。ブスッとな。おお、なるほどね。蜂蜜ぶっ刺して甘くした後に一刀両断、意外とえぐい。ほい、じゃあ、おじゃあ、じゃあ、足りないのかい。いけたと思ったけどね、今。待つんだよー、こんにちは。くっ、杖伸びろ、杖を伸びろ。若干視界が、よし、一発で、ここロックされる。待てー、よし、ゲッツー、連れてこねえ。蜂蜜メメント、蜂蜜おじさんメメント。はい、左肩タイムー。さあ、発電、ん？いるやないかーい。やっちゃったね。あれ？あ、やります。ブスッとな。はい、よいしょー、あざーす。次、誰だい、次甘くしてもらいたいサバイバーはどこだい。おが、あばば、
メグちゃんどこにいるんだい。近くにいるな。いた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 。あ、くそ、杖が短い、杖が短いのよ。もうちょっと長めの杖買い替えようぜ。あ、そっち行くか。じゃあ、おいおい。あ、ちょちょちょ、意外と意外と、あ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 、まだ中にいるんじゃない。さあ残り3台いそうだな。壊れる板が突進で壊れると。なるほどね。ロッカー、めぐちゃんから行くか。どこに行こうというのだね。ちょっと発電機行きます。結構あっち側に発電機が固まった、いい感じでございます。でめぐちゃんさっきここにいたから治ってない。でまだ富士残ってるね。いいよ、聞いてるよ。あ、直してる直してる直してる。うっうっ、こんにちは、タップ刑事。タップ刑事、どこに行くんですか。あ、見えてる見えてる見えてる。なるほどね。16メートル以内。いたいたいた。使おうか。うわー、じゃあじゃあ。あー、一個ついた。どこ行くんだい。あー、ここは弱いな、強いな。壊そう。一旦ぶつかるぶつかる。ちょ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 。面白すぎんだろ。ピンボールじゃねえか。やばい、杖が短いんだよ。どこいた。あ、ハッチがあった、そこな。ふぅ、今の当たんねえか。ハッチ見つけた、これは OK。 非常にいい。まずんだよ。オブセッションマーク揺れるの嫌なんだよね。追われてるのが分かっちゃうからな。もらった。くぅ、背が低い、背が低い。ナイス、しなやか、しなやかついてる。いいよ、はいよー。タップゲージ。さあもう一人どこだ。まあハッチの位置はね分かったからね。はい、左肩タイム。そこ2台か。ちょっと固まったな。ちょっとばらけたな。ついてない。一旦ぶつか、あー、ぶつかれなーい。ピンボールさして。いや、諦めんのかい、諦めんのかい。それよくない。まずまずまず、急げ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 。ほーらよっと。さあワンパンでございます。あとはゲートを確認する。さすがにいない。ちょっと遠いな。うわぁ、いいよ、いない。でもなんかこっち側にいそうじゃない。あのタップ刑事が諦めたってことは遠くにいたみたいなね。おんのかい。戻るぞ戻るぞ戻るぞ、ゴーゴーゴー。うわっ、
結構遠いな、結構遠いな、きついよ。はちみつおじさんの足腰がきついよ。いない、戻るぞ戻るぞ。うえ、一回ぶつかる。あ、いた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 、こんにちは、どうも。メメントモリできないな。できるかな、できないよね。あーあ、できないね。左肩タイムだ。はい、左肩タイム。おい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 、うん、結局化合物33活躍の場面1回しかなかったんじゃない。でも富士が全然壊されなかったね。そもそも呪いのトーテムも壊されなかった。よーし、いいんじゃないでしょうか。23,000円。ピンボールはちみつおじさんだよ。ショコラさん、こんにちは、いらっしゃい。ピンボールおじさん、ピンボールはちみつおじさん。アマトーさん、こんにちは。ココレモンさんのモンスト配信始めてきました、いらっしゃい。どうしようかな。今度もう一回新サバイバー使うか。いいね、交互に交互に、キラーサバイバー、キラーサバイバー。さっきこれだ、焼き払いできなかったからね。よりによってドクター、なんでライト使えないやつでくんの。よし、これでいこう。パークを、ここにするか。これもゴンザレスの新パークなんですけど、耐久設計。儀式中に1回チャージ量を使い果たしたアイテムが10秒後にチャージ量の 30% 回復する。もう1回使えるって感じだね。これで5回いけるかな。あー、2秒減ってるからな。使える時間増やしたい。アルテミスさん、突進破壊。ここはちみつおじさん、頑張って、エールありがとうございます。ジージーありがとうございます。ココレモン先生、ジージーありがとう。ナイスピンボールでした。ココさんが強すぎて可視化アドオンいらない説。いらなかったな、なんか。それよりも、あの、突進の場所がわかるあのマーク、あれいいね。なんだろうと思ってつけたら、意外といいアドオンだった。わかりやすい。慣れるまであれつけてるといいかもしんないね。よし、行きましょうか。イケメンくん、ゴンザレスちゃん、苦肉の策ときっとやり遂げるついてるから、あと耐久設計つけてくんでね。殺人鬼を5回ひるませる、これをクリアしたい。エリッチさん、こんばんは。こんにちは。ピンボールはちみつおじさん、最高です。メメントモリもね、よかったね、よかったってか、なんか注射刺して蜂蜜打って甘くした後に一刀両断。情緒不安定が、どうしたいんだお前は、お前はどうしたいんだっていう、何がしたいんだお前は。全滅すごいです、ありがとうございます。
なんだろう、ぶつかって移動するから楽しいよ。なんかちょいちょいドン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 ってぶつかるとね、あよよよよよよよってなっちゃうけどなんだこれ、なんだこれ、何したいんだお前はってこんにちは、いらっしゃい、ゆっくりしてってくださいね。そう、化合物33をつけてくと、あの生存者のオーラが見えるようになる。16メートル以内にいる。伝説の前歯さん、こんにちは、いらっしゃい。よし、東京アロハさん、池おじと池ココのコラボやっていきましょう。あれ、またここ？あ、違うか。よーし、発電機の位置を注意しつつ、俺がオブセッションマークだ。思い出すね、オブセッションマーク奪い取れの回。なんでこういう何もない時にオブセッションマークつくの？やばいやばい、来た来た来た、はじめそうじさん、はじめそうじさんでございます。いいね、目くらまし撮影要請。ここに近くにいたから回そうか。回してるよっていうのがね、わかるから。あ、来るな。専用 BGM？ よし、みんなで。みんなで回そう。はい、300円。さあ、ふんどし。フェンちゃん、直そうよ。直そうよ。ふんどしをね。ふんどしをチラッてしていくわ。残り半分。あー、ちょ、やった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 。それ意味ねえだろ。その時間なんだ、その時間。ココさんファイトありがとうございます。お、おいでも、おいでもくれるのかい。俺ライト持ってるからね。で、今度中央行きます。中央直します。あ、一人くれた、くれたね。どうする、ライトスタン。まだいいか。ここは血を流しちゃう。ここは早めに、ここつけるとね、ここ相手強くなるから。専用 BGM が。どこで追われてんだ。はい、50円。上にいるな。近い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 よ。残り半分、3分の2。はい、50円。来そうだね、来そうだね。キョロキョロしていかないとね。来た来た来た、いや、一発もらうぞこれ、一発もらうぞこれ。なんもね、逃げろー。はじめそうじさん来たー。あれ、なんだあ、来るぞ、来るのかい。あ、でも真ん中修理したいな。真ん中行きましょう。とにかく発電機の位置をしっかり。さっきの試合もそうだけど、それが鍵だからね。で、今回発明家ついてきてるから、発電機の位置32メートル以内のが分かると。はい、300円。ふんどしチラッと、また確認するよ。はい、50円。ああ、やられた。ああ、チラッとした、チラッとした。それは何の意味があるんだ。そこね。で、ここつけることによって、ここね、つけなきゃいけないのよ。助けに行こう。ここをつけないといけない。ビルメイキッドと苦肉の策があるから、急
救助は任せて。あ、いるな。あ、尽きちゃったか。さあ、いってるぞ。突進してるぞ。で、これ、ブライト、ガラクタいじりとか、若干相性いいんですけど、突進するとね、音聞こえちゃうから、なかなか、その、難しい。ガラクタいじりよりも、信用範囲消すパーク、あんまり良くないかもね。で、さっき苦肉の策で、治療速度が 20% 上昇する。だから早かった。そう、ゴンゴン聞こえるでしょ。ぶつかってるの聞こえるからね。だから心音消したところでバレちゃう。よし、ちょっと待って、ライトスタン届かねえな。来た、誰か、おじさん、おじさん、こっち来て、おじさん、おじさん、おじさん、やばい、これはまずい、逃げるぞ。なんもねえぞ、多分なんもね、なんもね、突進してこいよ。ほい、あいだー今のうちに、ナイス。回復早いでしょ。オッケーオッケー。さあ残り1台。シンプルなアーク、シンプルなアーク。で、今ライトなくなったけど、パークね、なんだっけ、設計、なんとか設計持ってきてたから 30% で戻って回復すると。ちょ、助けてもらっていいかな。そこで回復してるフェンちゃん、あのフェンちゃんキーマンですね。いいよ、今のうちに。あ、発電機直してるね。見つかってんの。あ、突進してる。ほら、どんどん聞こえるからね。信用範囲消してもダメだな、こりゃ。ちょっと半分なっちゃうよ、さすがに。いやー、それはまずいんじゃない、それはまずいんじゃない、半分なっちゃったな。おう、どん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 言うてる。ね、シンプルなアークのことでしょ。ミカさん、こんにちは、いらっしゃい、ありがとう。離れまーす。やべえな、見えてんな、開いた、 OK。 さっき落としてたアイテムない？ないね。レンちゃんやられた。オープンエスケープ、あげちゃおうかな。血族、あ、あげた、あげたならあげよう。で、ちょっと回復してもらっていい？ありがとうございます。どうかな、さっき一発食らって出たよね。ってことは1、ワンパンじゃない、ワンパンはないっぽい。 OK、 ワンパンはないっぽいよ。血族がついている、助けに行こうじゃねえか。マップの端だからね、焦らず。歩き方が、なんかオーラ越しの歩き方がなんかすーごいダサいな、すーごいダサいな。
あんな、すごい。あ、行く、ちょっと待って。行く。半分になったからね。半分になったから別に。いいよいいよ。行った。もうちょい離れてからでもいい気がするが。ゲート開いてるね。お、お。さあ、一発は入れていく。一発入れていく。突進していく。あ、今チャンスだな。ふぅ！おぉ！チャンスよ！オッケーオッケー。よしよし。アイムフリー。うん、ケッツ族が聞いてたね、確かに。ケッツ族が聞いていた。2万円。オッケーオッケー。ケッツ族が聞いてたね。ライト球場、ライト球場じゃなくて、あのライトスターン全然できなかったや。クリアしたいな。まあでもあのこの苦肉の策とさ、いいよね、苦肉の策とやり遂げるもよかったし、耐久設計、これで一回なくなってももう一回使えた。で投資家ね、これは非常に初心者の方おすすめ。アイムフリー、アイムフリー、ありがとうございます。どうしようか、もう一回キラーやろうかな。これ使ってみるか。玉虫色のブライト用のラベル、最後の最後の。でも結構結構なんか癖強いね。最後の突進で攻撃しなきゃダウン状態にならない。これでやっていこうかね。え、最後にやる前に一撃食らわせられるんだったら一撃入れたくなっちゃうもんな。んー、つい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 攻撃したくなっちゃうみたいな。 GG、 ありがとうございます。アイムフリー、アイムフリー、さすがです。ありがとう。みなこさん、ココくん、こんにちは。ま、今来た。頑張ってください。ありがとうございます。もう一回。蜂蜜、よだれおじさん使ってやっていこう。蜂蜜、よだれピンボールおじさん。最後の一撃が強くなる。こいつでやっていくか。で最後、まあもし富士とか壊されてただのおじさんになっても最後ワンパンおじさんになるっていう。でもサバイバー側で新キラーとやれたのは良かったね。走り方がなんかすごいダサかったな。そんな走り方するっていう。あ、やばいやばい、焼き払えだ。なんなら俺がどっちかというとあのナウシカに出てくる巨神兵みたいになってるけど。あー、もったいねえな、アーカイブ。まあいいか。あと10秒で入ってきた。あと10秒で入ってこなかったらアーカイブやろうかなと思ったけど、いやいやいや、もったいねえな、もったいねえな、もったいねえ。1回分もったいないもん。焼き払え、俺がね巨神兵みたいだよね。これにしよう。よし、これでいこう。2つウルトラレアのアドオンあるうちのもう1つ使ってやっていきましょう。最後に繰り出した死の突進を受けた生存者はワンパンでダウンする。一発でね、ダウンすると。
なかなかね、最後に最後狙って攻撃するっていうタイミングを作んなきゃいけないわけでしょ。はちみつよだれピンボールおじさん、長い、どんどん相性が長くなるブライト、多分今までで一番長いね。ゲロ祈り人、プレイグゲロ祈り人、今回ははちみつよだれピンボールおじさん。マッチするかな。意外とマッチしない。あと1分で、あ、何これ、何これ、さっきに続いてあと1分で、あと10秒でっていうと マッチングしたりする。これでいこう。甘党っぽい。蜂蜜打ってるからね、体に。相当甘い匂いがするよ。まあでも、新サバイバーに関しては、ゴンザレスだからね。猫背も追加で。すんごい猫背だもんね。パブリックテストバージョンの。ライブの時も見たけど、猫背がすごいからねこの人。よーし、ラストやっていきましょう。あー、メメントモリ持ってくればよかったね。オファーリング何持ってきたっけ。蜂蜜注射ぶっ刺して一刀両断、ファイト。ありがとうございます。楽しんでやっていきましょう。ピンボール具合を楽しんでやっていきましょう。ココさん、ガンバありがとうございます。頑張ってください、ありがとう。ラストファイトです、ありがとうございます。ファイトです、ありがとう。ちえさん、ラスト頑張ってください、エールありがとうございます。ココさん、ファイトです、ありがとう。さあ、しっかり杖でちょっと打撲与えていかないとね。どんどん殴ってこう、杖で。で、今回そのパークそこまで強くないからあれだけど、いろんなパークと新キラーのパーク結構強いから。また幼稚園かい。幼稚園好きだな。いろんなパーク構成組み合わせると面白いかもね。わあ、なんかすげえいい感じに発電機がバラバラ。そこの3つかな。よいしょ、おいしょ、こっち側にいないかい。で、あれ、壊せる。あ、いたいたいた。やっぱりいたね。さあ、杖でこづいてくよ。殴っちゃうよ。どこいた？いるね。いっぱいいる。いっぱいいる。キングもいる。よし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 。こういう時に死去してほしいよな。でさ、これ最後に狙わないといけないでしょ。いや、もうやりたい。もう攻撃したい。デッドハートした。もう攻撃したいもんだって。こういう時あるよね。もう攻撃したいもん俺。倒す。いいよ。ほい。ほい。折れた。ふっ。壊しようか。ね、5回目ラストじゃなきゃいけないっていう縛りがあるからな。ここだな。落ちるぞ。まあ、こっち側ちょっと。ついちゃってもいいんだけど。はい、左肩タイムで、クロちゃんが近くにいるんだよね。どこだ
蜂蜜、蜂蜜打ってあげるよ。杖で攻撃しちゃうよ。あ、ちょ、まぶちょん。いたいた。で、あっちにキング逃げて、ここに隠れてんじゃねえか。いねえか。もう一人いそうな気がするな。傷ついてる人は負傷してる人でしょ。いやー、ここは、あ、いたいたいた。下行こう。こんにちは。クロちゃんやっぱりいたね。待つんだよ。下降りていく。よし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 。近いすぎだ。みっちゃん、みちみちさん、こんにちは、いらっしゃい。はい、大型タイム。そうなのよ。板壊すときは、なぜか左手でね、杖じゃないっていう。でも杖の耐久性あんまねえんだろうね、そんな。すぐ壊れちゃうんだろうね。おい。おい。こっち側逃げてるんじゃない？いたいた。見えてる。見えてる。壊してる。よくない。やらせやせんぞ。それ藤じゃったら怒るよ俺。よいしょやらせやせんぞ。もう一人いるな。藤じゃったら蜂蜜ピンボールおじさん激おこでございますよ。はい、ありがとうタイムー。いるいる。あー、奥にいた。こんにちは。よしよしよし。そこか。待てー待てー。どこ行くんだい。うわ、ちょっとラグがある。タイミングがね、杖の攻撃の。あ、ちょ、これ突進で、ほら、ほら、あれ、クロちゃん。さあ、もう一人奥助けに行ってそうだな。おい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 、降りるよ。いるよいるよいるよ。こんにちはだよ。こんにちはだよ。杖で叩いちゃうよ。待てー、逃がさんぞ。釣っちゃおうかな。クロちゃん、もう一回地下室だね。はい、やり方タイムー。さあ、メグちゃん逃げてるよね。上行ったかな。ナイス救助。ドンドンドン。あ、届かない。ここら辺にいるな。いたいた。ごめんよ。さあ、白状しろ。どこに行った、めぐちゃんは。どこに行った。白状したらクロちゃんの命は救おう。まだ近くにいると思うんだよね。どこだ、ピンボールおじさん。うぅ、で、これラストで攻撃すればワンパンってことね。ここは壊した方がいいな。あ、助けた。いいよ。あ、じゃ、ちょ、攻め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 。窮屈窮屈。いるいる。あっ、杖が短い、杖が短い。よしよしよし、もう一人いた。
そこでおとなしくしてなさい。ちょっと、ちょちょ、入り口、入り口。待てよ。いたいたいた。逃がさないぞ。こういうとこいいね。当たる。当たる。ここら辺だな。ラスト1回で当てなきゃいけない。中か？トーテムが、富士がまだ効いてるね。あ、ナイスキューショー！キューショー！はい。はい。回ってく回ってく回ってく。くそ、届かねえ。何した？スキルチェックミスした？もう逃さねえぞ。1回、2回、3回。いや、無理。ちょっと待って。こう狭い。戻ってる。めぐちゃん？すごいなんか、すごい足跡のつき方だね。癖のあるサバイバーだ。1回2回33あちょっとちょっとやらせてよ一発。いや普通に投げた方が早い。1回2回3回ちょっとちょっとまつんだよ。これは普通に殴った方が早いな。クロちゃん、クロちゃん、多分ねめぐちゃんのこと助けに行くと思うんだけど、どこだ、どこにいるんだ。ぴったり5回でやるっていうのは難しいね。回復した、潰しちゃおうか。はい、左肩タイム。いないね。はちみつ、よだれ、ピンボールおじさん。カラスが飛んでるね。カラスが飛んでるね。助けたね。5回で行きたいな。あー届かねえ。もうちょっと頑張れ、もうちょっと頑張れ、もうちょっと走っちゃえ。見えてる、こんにちは。え、ごめんよ、一旦下ろす。さあめぐちゃん、いたよねさっきね、ここにね。もう一人逃げてたんな。で結構逃げ方が癖のあるキラーだったから、あ、キラーじゃない、サバイバーだったから、なんか変なところ行ってそうだな。ハッチ勝負かい？出ない、ここじゃない。耳を澄ませて。あったあったあった、あっち向け。いたね、いたね、今なんか聞こえたぞ。気のせいじゃねえよな。
いなかった？うっていう声が聞こえたんだけど。で、今、ワンパン持ってるから、これはワンパン壊すのは無理よね。富士聞いてるからね。いたいたよ。やっぱいたよな。やっぱいた、やっぱいた。よし。連れてこう。八大神すぐ見つけちゃうから。はい、左肩タイム。1回2回3回4回、これでういって殴れば一撃。いや、今回はあれだね、ただのおじさんにならなかったね。富士壊れなかったし、蜂蜜よだれおじさんからワンパンおじさん、ただのおじさんにはならずに済んだ。25,000円、まあいいでしょう。ドリアンさん初見です、いらっしゃい。ね、声聞こえたよね、多分近くにいたね、やっぱね。ナイスナイス、さすがさすが、発注は必ず見つけていく。ありがとうございます。ラストお疲れ様でした、ありがとう。はい、てな感じですね。パブリックテストバージョン以来初めて使ってみたんですけど、ピンボールして楽しみました。まあ、新キラーも新サバイバーも最初に紹介した通り、このシャードでね、9000シャードあればもちろん課金しなくても買えるんでね、ぜひ気になる方は。パークが強いね、何より。キャラクターのパークが強いので、これは結構おすすめ。特に富士とか街の恩恵もまあまあ使えるかな。ドラゴンの主役はこれちょっと強いけど、頭使わないといけない。ちょっと考えながら。丸尾さん、ジージーお疲れ様でした。エールありがとうございます。ラビットさん、ココさんの蜂蜜おじさん見れたし楽しかった。エールありがとうございます。あんな感じに激突しながら近づいて攻撃していく。で、新サバイバー。ゴンザレスは、ゴンザレスちゃんは、苦肉の策。まあ、ダウンしてるときにね、逆境に強い。で、ビルメイキッドと合わせると、非常に回復が早いね。あと、この投資家初心者の方にもぜひおすすめなので、発電機の位置がわかるっていうね。これと、ボンドパーク、絆パークと、血族と、あと、ウィンドウズオポチュニティ。この4つつけていくとね、多分立ち回り覚えやすいかなと思います。あと耐久設計、アイテムがなくなっても、まあレベル1だけどね、これ 30% で回復すると、もう1回使えるって感じ。伝説の前歯さんお疲れ様でした。血族血族、エールありがとうございます。ともさん、いつも楽しそうにプレイして拝見してても楽しめます、ありがとう。嬉しいコメントですね。ってな感じに。あの、近いところでね、近いところで突進しちゃうと、あちゃ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 ってなっちゃうから、広いところで、いい感じに突撃して、距離縮めて、あんな感じにやってみててください。ココさんの配信は見てて本当楽しい。ありがとうございます。嬉しいですね。はーい。今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ、YouTube の方でもね、後日、アーカイブとして上がると思いますんで、見逃した方は、ぜひそちらでも見てってください。あと、もちろん、デッドバイデイライト、あと、デトロイトビカムヒューマン、あと、フォールガイズとかね、あと、ココラジオも、近日中に、動画公開されると思いますんで、お楽しみに。あと、実写もね、ちょっと準備してるんで、ぜひ気ままにお待ちください。実写結構上がると思います。お疲れ様です。
ココさんの配信は楽しい。ありがとうございました。アイさん、勉強になりました。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。アイミさん、お疲れ様でした。今日もたくさん笑って学ばせてもらいました。ありがとうございます。アーカイブ見ます。デトロイトも待ってます。ありがとうございます。よーし。これで、じゃあ終わりたいと思います。全部楽しみすぎます。ありがとう。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライト。他のゲーム実況を気ままにやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあ、バイバイ。私がね、はじみつピンボールおじさんでございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。